タミヤ株式会社タミヤタミヤインクは静岡県静岡市に本社を置く模型プラモデルメーカー世界有数の総合模型メーカーである旧社名は株式会社タミヤ模型鑑定、飛行機アフフ車などのプラモデルラジコンカーミニオンク弾丸レーサーといった稼働模型楽しい工作シリーズといった 工作用パーツ類、キット、プラバンなどの素材、塗料、エアブラシ、コンプレッサーなどの塗装道具と模型に関連する広範囲の商品を扱っている。初心者にもわかりやすく作りやすいをコンセプトに企画から、金型製作、ボックスアートまで自社一貫体制で対応しており、日本国内では随一の開発力を持つ。創業者である、 タミヤヨシオは第二次世界大戦以前運送業を営んでいたが、1945年6月の静岡大空襲で事業基盤の大半を消失してしまったため、戦後製材業に転じ、1946年にタミヤ商事合資会社を設立。翌1947年には木製木工部門を設立し、主に船舶や飛行機の木製模型を製作していた。しかし、 1951年に漏電が原因で火災が発生。会社社屋や在庫の木材等を消失したため大きな借金を抱え、材木の仕入れにも支障を来すようになったため、1953年には一般建築材の製材販売を廃止、模型専業メーカーとなる。1950年代半ばから日本国外製プラスチックモデルが輸入され始め、 木製模型の売り上げが減少していったことから、プラスチックモデルを製造することが1959年に決定され、翌1960年に、タミヤのプラモデルがイン一作目として1、800スケールの戦艦ヤマトを発売した。しかし、同時期に、栃木の模型メーカー、日本模型、略称日モが、同系艦武蔵の1、750スケールキットを350円で発売したため、 タミヤも赤字覚悟で同価格に設定したが、売り上げは届かず惨敗となった。金型製作費の回収ができなかったため、再び木製模型の商品化を行ったが、その間にも当時の模型業界の流れはプラモデルへと主軸が移り始めていた。なお、創業者のタミヤヨシオの自伝にはタミヤ第一弾プラモデルは武蔵だったと記されているが、タミヤ模型全種ごとの編集中にヤマトが、 同社第一弾だったた。ことが確認された1960年代に入ると、ひょんなことから、プラスチック玩具の不要になった金型を借り受けることができ、それを利用して発売した、レーシングカーのミニキットが幸運にもヒットし、資金的に次のプラモデル制作の目処が立った。第二作目のプラモデルは、形状が直線的で金型が作りやすい、パンサー戦車に決定し、箱は、 イラストレーター小松崎シュベルに依頼された。1962年の正月に発売された、同キットは、モーターを搭載し、よく走ること、組み立てやすく、説明文が丁寧であることから好評となった。後のミリタリー分野のスケールモデルの定番となる1、35というスケールはこの時に生まれた。このサイズは、戦車内部に単二軽観電池が2本収まることを考えた。 設計のためであり、当時は正確なスケールを求める模型ファンは少なく、このスケールは偶然の産物である、工実。現在金型は自社で製作している。以前は外注しており、外注先の納期遅れや不透明な価格設定に苦労していた。そこで金型職人をスカウトし1964年に金型部が発足した。 1966年から社員数人を金型製造工場に出向させ、徐々にノウハウを蓄積し自社で金型製造を行うようになった。現在ではカナダドル CAM システムも導入されている。同社の金型は極めて精度が高いことで知られ、その精度は組み立てた際の仕上がり、具合にも影響する。かつての設計図と 金型職人の職人芸によって、プラモデルが製造されていた時代には、他社製品が細部のボルトをリベットと同様に、単なる半球の突起で表現していた頃に、きちんと小さな6角柱で表現していた。タミヤがプラモデルを初めて発売するにあたって、タミヤ旬作、吉尾の子、後に社長。現会長は、新しいマークを当時東京芸術大学デザイン科の、 学生だった弟の富谷正雄に依頼し、誕生したのが、星のマーク、通称ツインスターである。当初は、マークの周りに英文があしらわれていたが、1960年代のスロットレーシングカー発売の時にデザインを変更となり、現在のものになった。左側の赤い星は、情熱右側の青い星は、精密を表している。リチャードが世界中どこに行っても、 このマークが店頭に飾ってあれば、その店は模型店以外の何物でもない、一企業のマークが業界全体を表すシンボルマークとなっており、このような例は他にないと指摘しているように、現在では日本にとどまらず、世界的に高い認知度を誇っている。初期のタミヤ製品、1961年から1967年は、まだ、 ボックスアートを外注で対応しており、主に小松崎茂、高木義士、上田晋、平野光一などが担当した。商品イメージ、世界観を広げる、動きのある構図、絵物語風な迫力のあるボックスアートが主流を占め、タミヤの商品イメージ向上に大いに貢献したが、1968年発売のスロットレーシングカーから背景を書かず、 商品だけを描いた白バッグ、ホワイトパッケージが登場して、より精密に書き込まれたボックスアートへの路線変更が行われた。この試みは評判が良く、その後発売されるタミヤ製品は、航空機、艦船模型など一部の模型を除き、ホワイトパッケージに切り替わっていく。初期のタミヤブランドイメージ作りに寄与した小松崎修ルのボックスアートは、 上記のボックスアート戦略の変更、商品の絶版に伴い現在のタミヤ製品からは、ほとんど姿を消している。1970年代以降、欧米において、ボックスアートの背景に描かれた、箱に入っていない、アイテムが古代広告に該当する、可能性があると問題になり始め、タミヤ製品も輸出に際して、指摘を受け、一部戦車模型の背景のアイテムを、 過失修正で消す処理が行われた。箱絵に写真撮影したものを使用しない理由は、写真であると影になり細かなところが潰れてしまうため、精密さを表現するためにも手書きの絵にしている。リアルな表現のための日本国外での実写取材は、1966年のアメリカ・メリーランド州のアバディーン戦車博物館からスタート。軍事機密等のため撮影もスケッチも、 不許可で見るだけとなった取材の場合は現場を出てすぐにスケッチを描き資料としている。この取材は博物館の展示品や復元したものゲートガードに使用されている機材が中心となるため微妙な個体差によりパッケージのものとキットが異なるパッケージは XX 戦線の A という車両だが取材した車両を元にしたキットは戦線にしかいなかった A という車両場合がある。 ちなみに、冷戦時代には、旧ソ連の戦車の取材は、困難を極めたという。過去には、旧ソ連製アフフの製品化の際に、当時のソビエト大使館を訪れて、取材を申し込んだところ、取材を断られた上に、大使館を出たところで、日本の警察の職務質問を受け、その後しばらく公安警察による、監視、尾行がついたこともある。そのため当時は、 ソ連の戦車が取材できると聞くと世界中を飛び回ることが珍しくなく第三次中東戦争直後にイスラエル軍が露覚した旧ソ連の T-34 から85型戦車を街頭展示していることを聞きつけてテルアビブに飛んだりしたこともあるという博物館での実写取材の際には同時に寄付を行うことが多く特に1990年には イギリスのボービントン戦車博物館の新館建設に当たり2000万円を拠出したことから新館にはタミヤホールの名が付けられた。またアメリカスミソニアン博物館内の国立航空宇宙博物館にて行われていた日本の水上攻撃機、セーランの復元作業にも資金を提供している。1、16RC 戦車レオパルト 2A6 は 実写の製造元であるクラウスマッファイ・ベグマン社からのオファーで開発され、同社の協力により詳細な取材が行われた。各種サウンドに関しては、エンジン音のみならず、放塔旋回音、方針不業の作動音、さらには、手砲発射音、手法同軸機銃発射音まで実写からのサンプリングが行われている。また、スポーツカーの模型においても力の入った調査は知られており、 ポルシェ934の模型化において、ポルシェのツフェンハウゼン工場へ幾度も設計担当者を派遣し、それでも不明だった点は、ポルシェ911の実車を購入して完全に分解、元に戻せるわけもなくポルシェのディーラーの整備士に組み直してもらったというエピソードがある。このポルシェは、その後1976年の F1 日本 GP の際に、富谷俊作現会長が、 ジョディシェクター夫妻を送迎するために使われたり、同社の滝文人が RC カーのイベントに参加する際に、車用車代わりに使われたりもした。現在はタミヤ本社ロビーに展示されている。1960年代のホンダ F1、RA273 を皮切りに、数多くの F1 マシンのプラモデル化を手掛けてきた関係から、1991年には当時、 経営難に陥っていたチームロータスのスポンサーになったこともある。また1976年のキレル P34 からは F1 マシンのモデル化にあたりロイヤルティをチーム側に支払うようになっている。完成したモデルのクオリティの高さなどもあって F1 チームとは概ね良好な関係を築いており F1 チームが機密保持に厳しくなった後も模型メーカーで唯一タミヤだけは F1 マシンの設計図面、カナダドルデータを見せてもらえると評されるほどだったが、近年では、タミヤといえど、チームからの設計図面の提供を受けられなくなり、報道写真等をもとにしたモデル化を行わざるを得なく、なっている。長期間 F1 マシンの新製品が発売されなかったことについて、チーム側からのロイヤルティ条件が厳しくなったため、商売として成り立ちにくいからとしている。 実際2003年5月に、ウィリアムズ FW24-1-20 モデルを発売して、以降は、過去に発売したキットの再発売が長らく続き、F1 マシンの新製品は2009年12月発売の、フェラーリ F60 まで、約6年半もの間が空いている。同様の問題は一部の航空機や軍用車両の模型でも発生しており、1-48の B-17 は、 決定版と呼べるほどのキットを出せるだけの資料が集まっているが、ボーイングからのロイヤルティの要求が厳しいため、商品化できない、と、同社社長がイベントでトロしたり、1、48のジープを小型4輪駆動車の名称で、フィギュアセットのおまけとして出荷するなど、金銭が絡む問題での商品化の見送りや、単品販売を断念せざるを得ない例が増えている。ミリタリーミニチュアシリーズ。 mm で採用されている1、35というスケールは、もともと、パンサータンクを開発した際、モーターライズ用の電池ボックスや、ギアボックスを組み込むために偶然発生したもので、後に、これに合わせて1、35戦車シリーズが展開され、mm シリーズに引き継がれ一般化したものである。タミヤが三十五戦車シリーズを展開し始めた、当初は、このクラスの戦車模型には、 標準的なスケールは存在せず、日本国外のメーカーが、それぞれ1、32から1、40スケールでシリーズを展開していた。その後、タミヤが製品群を増やし、組み立てやすさと完成後の姿の良さ、そして部品精度の良さといった理由で好評を得るに従い、このスケールが世界でも受け入れられていった。ディスプレイ専用の MM シリーズは、当初は1、 35戦車シリーズに添えるアクセサリーとして、兵士や法、小型車両のキットを出すだけのものだったが、モーターライズせずにディスプレイ専用に組み立てる方が、戦車模型趣味の主流となるにつれ、通常の戦車もこちらのシリーズで発売されることになった。しかしその後もしばらくは、MM シリーズで出る戦車と1、35戦車シリーズで出る戦車は、 基本的に同一キットで単にギアボックス等のパーツが同梱されているか否かの差であることが多かった。ただし、モーターライズを前提に設計されていながら、MM シリーズで発売されたのみで、戦車シリーズでは出されなかったキットもある。戦車キットに限らず、製品によっては完成後の見栄えを良くするためのデフォルメも加えられている。年からは新たにスケールの シリーズを開始、対戦物アイテムをリリースしている。2000年代に入って、タイガー愛初期型から始まる1、16フルオペレーション、RC 戦車シリーズをラインナップ。1、16ビッグタンクシリーズと金型を共有してはいるが、キットサイズが大きいこともあって、プロポーションを崩すことなく、RC メカを組み込むことに成功している。また同シリーズは見た目と同時に音、動き、 発行にもリアルさを求めており、エンジン音等を現存する実車からサンプリングされている。対戦中のドイツ戦車はすべてフランスのソミュール、戦車博物館に現存するキングダイガーからサンプリングされたエンジン音を強用している。ウォーターラインシリーズは1、700という小さな製品であるが、同社の技術力が遺憾なく発揮されていた。ウォーターラインシリーズのほとんどのボックスアートを 感染に造形の深い上田木八郎が手掛けている。タミヤは1974年に電動 RC モデルの第一弾として M4 シャーマン戦車を発売しラジコンカー市場に参入。当初はドイツのマンモス戦車マウスを RC 化する予定だったがマウスよりもシャーマンの方が RC に向いているという同社の滝文との震源によりシャーマンに変更されたという。 1976年、電動 RC カーの第一弾として、ポルシェ934ターボ RSR を発売したところ、これが初年度に約10万台を売り上げる大ヒットとなる。以後、タミヤでは継続して、RC カーをリリースし、登場してから30年以上を経た現在では、日本国内、国外 RC 市場で販売され、現在のタミヤの成長を支える、 大きな収益源の一つにまで成長した。国内外で高いシェアを持つため、RC カー競技のレギュレーションは、タミヤの製品が基準となることが多々あり、RS540 サイズモーター、1、12オンロードカー、1、10ツーリングカー等がそれに該当する。日本国内のストックモーターのレギュレーションにおける、巻数 23t メタル軸受けという基準も、 タミヤスポーツチューンモーターのスペックを基準にしている。これまで発売されてきた RC カーで培った技術、経験を生かした RC カー30周年を記念したモデルを2006年12月に限定発売した。タミヤラジコン開発誌の1ページを飾ったポルシェターボ RSR934 レーシングを現在のタミヤ技術を集めたフラッグシップモデルとして新規に開発。 かつて RC ヨットや RC モーターグライダーをリリースしていた時期があったが、基本的には地上 RC のみラインナップを揃えており、航空機や船舶の RC モデルは現時点では存在しない。一方、1-16フルオペレーション RC 戦車、1-35RC 戦車のラインナップが充実している。タミヤ製 RC カーは電動式が 圧倒的に多く、エンジンカーは1、10ナイトルフォースや XB、G シリーズがあり、かつては1、8スケールもあった。1990年代には、イタリア BMT 社の GP レーシングカーの輸入代理店業務を行っていたが、BMT 社の業績悪化などから現在では輸入されていない。なお、RC カーの世界では、競とは常にライバル関係にあり、 京商ミニッツシリーズに対しては、タムテックギアで対抗している。こちらは、タミヤ模型時代の過去モデルを小型化したボディが採用されることが多く、過去これらで遊んでいたファンが所有することが多い。近年では1980年代に一世を風靡したホーネットや、グラスホッパー、マイティフロック、ホットショットが再発売された。 1996年から1997年の2年間に1、43スケールのダイキャストセームニカーを展開していた。これは主に日産が1990年代に行ったルマン24時間レースの参戦に沿った企画である。タミヤは日産チームへのスポンサードを行っていた。一部の商品はバリエーション違いとして JGTC の 各チームの仕様も登場した。この時のミニカーの台座と MMP 社の初期のミニカーの台座が一緒である。この1996年の j g t c のスカイラインはエブローからモデル化されていないので希少価値が高い。ちなみに R390GT1 は2008年に協調からトミヤにないテスト仕様を含め1、43、1、64の2つのスケールで リリースされている。2004年には、コレクターズクラブというシリーズで1、64サイズのミニカーがリリースされた。以下の商品がリリースされた。上記の GT カーは、マッスルマシーンズの OEM であり、実際の1、64スケールよりも、かなり大きかった。GT シリーズはその後も作られる予定だったが、諸事情によって、お蔵入りになった。 また同シリーズ第3弾として、国産市販車のミニカーが発売された。上記国産車モデルは先行する競争や好みと、差別化するためか、ドア開閉ギミックが採用されている。大キャスト製のコレクターズクラブスペシャルも展開している。楽しい工作シリーズのような、工作少年が様々な動く、玩具、模型を作るための部品や、あるいは簡単なロボットを作るためのキットを、 発売している。この中には、往年のマブチモーター人気商品の水中モーターの継続商品も含まれている。2011年3月からデコレーションシリーズを発売、粘土細工のようにスイーツ模型を作るもので、女性をメインターゲットにしている。タミヤはアメリカのパクトラ社と提携し、同社の模型用エナメル塗料を パクトラタミアというブランドで1971年から国内販売していたが、1984年に提携を解消した後は国産のエナメル塗料をタミヤカラーとして引き続き販売している。また、1981年には水溶性のアクリル塗料を発売している。これらはパクトラタミアの色番号を継承しており、航空機、艦船、 軍用車両等の専用色が充実している。さらに、ラッカー系のスプレー塗料や、ラジコンカーのボディ等のポリカーボネート用の塗料も発売されており、瓶入りのラッカー系を除き、模型用塗料のほぼ全てのタイプが揃えられている。自社製品に関する情報誌として、タミヤニュースを月1回発行している。1967年創刊で当初は、各月間で、 臨時造刊号も発行された。長らく一部50円で、後に100円に値上げされた。独特の細長い版型は、定期郵便物として発送するために封筒に合わせたものである。新製品、模型店、模型クラブの紹介記事のほか、模型改造の記事、有名、無名の模型愛好家の記事などがある。姉妹種として、ミニ四駆や弾丸レーサーの記事を中心に扱う。 フリーペーパーのタミヤジュニアニュースがある。かつては模型店で20円で販売されていたが、現在はタミヤのサイトから PDF 形式ファイルでダウンロード可能である。その他、模型に関連する観光物として自社で行った人形改造コンテスト、情景写真コンテストなどの結果発表用の冊子を発行している。タミヤでは模型文化の発信と 新たな客層の開拓のため、自社ブランド製品の専売店舗、タミヤプラモデルファクトリーの店舗プロデュースを手掛けている。2008年に、神奈川県横浜市のトレッサー横浜店と東京都、港区の新橋店の2店舗を開業。トレッサー横浜店では企画協力に、セガ、店舗の開発、運営に、今関紹介が携わり、新橋店では店舗の開発、運営に子会社の タミヤプラモデルファクトリー株式会社が携わる。現在、タミヤ製品の半数以上はフィリピンの工場で製造されている。近年の食玩ブームに見られる、再式完成品、モデル需要の拡大に着目し、約1200人の工場の人員を駆使して1、48ミニタリーアフフモデルに、ウェザリング塗装まで施したモデルや、ダイキャスト製のミニチュアカーなどの完成品モデルを、 製造、全世界のホビー市場に出荷している。過去のものも含む、カッコ内は一般向けブランド名。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。